文治永遠大統領が、この世を去ったロッテ創業者から角広史氏について、韓国経済の土台を作り上げた創業世代とし、その功績を心より称えると哀悼の意を表した。青瓦大のキムサ女性作室長は20日、ソウル市内に設置された子から角広史氏の斎場を訪問し、文大統領からの追悼メッセージを遺族へ手渡した。 キム室長は、文大統領は、個人が食品から流通、石油化学の分野に至るまで韓国経済の土台を築いた創業世代とし、功績を心より唱えたと題読。また、大統領は、個人が日韓の経済の架け橋となる役割を果たした点を高く評価しているとした上で、今後もロッテグループが日韓関係において、 民間外交の役割を果たしてくれるものと期待していると明かした。